こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今日はレベル100木狼、この子を使ってまだ終わっていなかった木狼たちの一匹道挑戦していきたいと思います。現在日の嵐とあとミジュマル系は終わった状態で、なぜか木狼だけやり終わっていません。今回100レベルの木狼が用意できたので、木狼とフクスローは今の個体で、でジュナイパーに関しては色違いの個体ゲットできているので、色違い個体を使ってゲットしていこうと思います。よっしゃ、では行きましょう。今の技構成のままいけるかどうかちょっとわからないんですけど、とりあえず挑戦してみたいと思います。のぼりさんの一匹道、そういえばサブ任務で残ってる一匹道もあるので、そっちもやらないと忘れてました。では行きましょう。相手はタイプ相性最悪の日の嵐、レベル84です。これね、向こうが早いんですよね。なので、やけどもついてる。ここからどうするかっていうところになるんですけど、エアスラッシュ2回打てますね。エアスラッシュだったら2回だね。眠るもありなんだけど、1回エアスラッシュを打ってこの後一度寝ようかな。勝つためにはなので1回寝ます。で回復させます。よし。早技でもダメ、力技でもダメ。これどうやったら勝てるんだろう、木狼。もう技がもともと違うのかな。エアスラッシュやったところで負けますよね。もう一回眠る。眠くて動けないんだけど。え、この子勝てない、木狼レベル100だよ。ちょっと待って、どうしよう。レベル100にしたら勝てると思ってました。スピードスター、あ、これはありかも。これ入れとこう、スピードスター。え、木狼戦ってどうやって勝つんでしょう全然わからないんですけど、木狼戦の勝ち方何がいいかなんですよね。飛行タイプ、ゴーストタイプは入れてあるんですよ。草は今一つになってしまうんで避けてます。今サイコカッター、急所に当たりやすい。いや、1個スピードスターかな。ツバメ返しよりエアスラッシュの方がいいですよね。ちょっとこれでやります。ちなみに私の答え、素早さがね上がりやすくて197で速いはずなんですよね。なのに向こうの攻撃が速くなってしまっている悲しみ。大丈夫かな、木狼勝てるのかな。回避が早くなる、早くなるじゃないや、回避率が上がるとかそういうのないんでね。どうしたらいいんだよと。ここはうわー、どうしよう。前回ねちょっとだけやってみた時もこの状態だったんですよね。火炎放射先に打たれるし、これでね結構削られちゃうんですよね。でどうするか、いや、エアスラッシュで2回攻撃すればいいのか。エアスラッシュ1回やって、で力技でエアスラッシュ、もしかしてこれ。お、これじゃん。え、さっきこれやればよかったさっき寝てもらわなきゃよかった。あれ、これだね。2回打てるのエアスラだけでしたもんね今。で進化させます。さすがにねレベル100フクスローだったらいけると思うんですよ。技を覚えるのプラスでありましたっけ。多分大丈夫なはず。サンムーン、ウルトラサンムーンと一緒に
戦った。木狼副将は大好きなポケモンたちなので、ぜひとも勝ちたい。増えましたね。エナジーボールだけしか増えてない。どうする？ちょっと覚えを見ます。いやもうこれしかないんじゃないかな。もうこのまま、さっきと一緒？エアサラッシュ2回？さっきと一緒っていう可能性もありますよね。だってレベル100ですもん。上げきっちゃったし。さて、相手のレベル帯は低くなっているはず、多分。低くなってる。マグロマラッシュがレベル70。やったー。先に打てる。しかも嬉しい。早技。早技にしても、力技にしても、早技にしても変わらないよ。力技だな。いけいけ。よしよし。技が変わってる。電光石火だ。火炎車。打ち技が違う。エアスラッシュに一回しとく？いや、多分終わるんじゃない？やっぱエアスラッシュ2回。これが、木狼も福スローも変わらないらしい。マジか！変わらないのか。とりあえず勝てたんでよかった。この個体、このままにしますか。進化もね、もうできるんですけど、今回に関してはもうこのままにしときます。で、ポケモン変更します。色違い木狼さん。出てくれるかなって思ってたんですけど、出なかったので、私の持ち個体にはこれがおります。ジュナイパー64レベル。これでいきましょう。で、持ち技を変えます。何がいいのかな？ちょっと覚えるのやめて、お金使って入れ直しましょう。電柱。ジュナイパー。いっぱいありますね。シャドウクロー。サイコカッター。ビルドアップいるのかな？ちょっとわかんないけど。入れておきます。まきびしもあるんだね。さすがにですね、草格闘タイプでやっても仕方がないので、とりあえず入れ替えしていこうと思います。今の技のままだとあんまり良くないはず。あ、ブレイブバードは入れとこっか。これは多分いらないな。まあとりあえずね、タイプいろいろ入れてやってみましょう。さっきのね、個体と違うので、一応、強さを見る。はい、全部、ガンバレベルはマックスにしてあります。勝てるかな？今回でですね、木狼さんたちの3体は終わらせたいんですよね。それでは、行きましょう。ジュナイパー戦。一発で勝てたら嬉しいな。相手は変わらず、翡翠の爆風、レベルは60になってます。3本の矢はやっぱり使えない。ここはもうシャドウクローをずっと打っていく。これしかないですね。楽ですよね。シャドウクロー打てることによってすごく楽になってる。あ、火の粉しかない。2回打てるの、火の粉。でもこれで勝てる。なぜ木狼の時だけあんなに勝てなかったのか。一番進化してない個体が一番強いっていう形になってました。これやっぱりあれですね、一番最初に全部レベル100にしたポケモンを1匹作って、そのポケモンで全て突破していくっていうパターンになっていたようです。こんな感じ。一応ね、全部おりましたね。あとね、ミジマルだけ色違い出てないんで、これ欲しいよねっていうのがね、最近の目標です。この辺はもう色違いの個体になってるので、こんな感じで色違いです。で、あとは
翡翠地方の御三家終わったので新葉地方の御三家戦もやっていきたいんですよね、できれば。なのでもうちょいね育てなきゃいけないはずなので、また次回からそちらをコツコツやろうと思います。そしてすっかり忘れてました、はい、サブ任務ケイシーとニューラとトリデプスが残っております。ケイシー戦、モノマネの達人に注意した方がいいらしいになってますね。どうするんだろうケイシーって。そういえばケイシーちょっとやってみますか。一応ね親分個体のケイシー用意してるのでレベル上げて眠るとテレポートしか今ない状態なのですが、覚えられるのこれだけですよね確か。まだありましたっけケイシーが覚える技。あ、いっぱいある。え、めっちゃ覚えられるじゃないですか。ケイシー実は強い。お金ない、お金ない、どうしよう。アイアンテール使わないかな。命中が低いやつはちょっと使えないと思うので落としましょう。いや本当はトライアタックして勝ちたいんだけど。まあいいか。はい、これで組みましょう。ケイシー強さを見る。今多分何も入れてなかったはず。うん、なので頑張レベルとかは後で入れます。とりあえず眠ると何でしたっけ。ケイシー眠ると今テレポートが入ってますね。これで開いてみます。そっから考えます。モノマネが、モノマネ、おー、バリアードか。なるほど、あれケイシーとバリアードって住んでるところめっちゃ近いですよね。モノマネをした、しかしうまく決まらなかった。テレポートと眠るしかない。これ倒してもらえなかったらこれどうすればいいんだろう。あれ、のぼりさんのやつって倒してもらえなかったらどうなるんですか。眠るを覚えた。ずっとこれやめる、逃げられないですよね。どうしよう、ケイシーこれね、真剣勝負逃げるわけにはいかないになってますよね。これってあれ、これ終わらないパターン、もしかして。ねえ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 、まずい、積んだ、終わり方がわからない。その場を離れたところで終わるの、終わらないよね。え、ねねでででね、まやばいやばいやばいやば、これ積んだ。待って、積んでる、どうしたらいい、どうしたらいい。逃げらんないんだけど。テレポート。積んでる。まずい。皆さんは気をつけましょう。これ積んだので、多分ね、ずっと一生終わらない。一生終わらないので、私はリセットかけます。すごい、リセットかけたくないな。え、いつ?あれ?リセットかけらんないんだけど。いつレポート書いたっけ?ちょっとまずくない?いつレポート書いたのかわかんないんだけど。あれ?待って、レポート。え?これ、さ、多分木狼戦始まる前に飛ぶよ。もうちょっと前に飛ぶかもしれない。え、まずくない、ねえ、まずくない。ねえ、のぼりさん、どうやって終わりにすればいいのこれ。どうやって終わりにするの。ねえ、終わらない。終わらないんだけど。プラスボタン。情報はありません。ちょっと待って、どうやって終わりにするんだ。終わりにする方法がわからないんだけど。入れ替える。先頭に出ています。やめる。強さを見る。これしかできない。まずい。まずいよ。のぼりさん、終わんない。ねえ、積んだ。あ、待って。PP 全部なくなったらいけるんじゃない?
ういうこと、そういうことですか。でもさ、テレポートってさ、うまく決まらなかった。だからピーピー使ってるな。ちょっとあの回避の方法をやってみますね。全然わかんないんだけど、リセットかけるしかないのかと思ったけど、ピーピーなくなったら終わるのかも。ちょっとやりますね、力技とか使ってピーピーなくします。これ皆さんどう、やったことあるのかな。私ぐらいだと思うんですけど、これこの積み方初めてやりました。ちょっとやってみよっかって。ケンシーのこの技でやっちゃダメじゃんね。倒すかどうかしかないじゃないですか。モノマネに気をつける。確かにその通りなんだけど、バリアードきっとモノマネしか覚えてないんですけど。あ、悪あがきしてる。あれ待って、ケンシー先に倒れたよ。ひどくない？おー、半分積んでたらしい。同じことになった方はぜひ悪あがきで逃げるようにしましょう。はい、ということで、ケンシーはですね、また今度残っている他のサブ任務も合わせて進めようと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!